さてさて、次の曲がね、今日最後の曲になるんですけれども、Cry of Love というね、曲のカップリングの曲で、キーボードのね、坂さんが、メロディーを書いてくれた曲があって、それにね、僕が言葉を載せたんですけれども、まあ、ひょっとしたらね、今回アルバムとかも含めてね、まあ何曲か作詞させてもらったんですけど、一番なんていうのかな、この10年間の思いっていうのが素直に書けたんじゃないかな、デビューした時にはね、本当にその先にどんなことが待ってるのかすら、全然ね想像すらしてなかったんですけれども、でもこうやってね、10年経って振り返ってみたらすごい長い道のりで、こんだけね長く僕は音楽をやってこれたのはやっぱり、ライブをやるたんびにこうやってね会場に足を運んでくれるみんながいてくれたおかげだと本当に思ってます。感謝してます。もちろんね、スタッフの皆さん、そしてバンドのメンバー、いろんな人に支えられて、本当に僕は、この10年間なんとか、歩いてきたんだなって思うんですけれども、今ね、こうやって僕の目の前にいる人たちが僕にとっての全てなんじゃないかなと思ってね、そんな気持ちを込めて書いた曲です。聴いてください。エブリスイング。宇宙で前に進んでいけば、そう
切なものはそうこんなにそばにあると気づかせてくれた。どんな時も歩き続けていたいよ、たとえ何が待ってたとしても。どんな時も君が僕のそばで微笑んでくれたなら、他に何もいらない、ただそれだけで。どうもありがとう。